もしかしてどっかで曲がるんだったね、多分。あ、じゃあこっちで合ってるの。あ、落ちる。落ちる。うん。もうちょっと右に行かないと落ちる。ハーブのある暮らし、マリコです。今日は前回動画で崖崩れの報告だけだったので、今日は実際に崖を見に来ました。2ヶ月ぶりかな。はい、ぜひ最後までご覧ください。別の道ができて、で市の人がね作ってくれて、で今日は山に来れたんですよ。で崖のとこはねもちろんもう通れない。見てこの雑草、こんだけ放っとくと山はねとんでもないことになるの。だからアカシソ、これもう自然にできたものなんだけど、これこぼれ種で、カボス嬉しい。去年もめっちゃ取れたもんね。え？ふっくり。ふっくり。山に来る？はい。ね。ラビリンスを話したら。だよね。さあ崖行こうか。うわすごい、2箇所になってる。1箇所だったの。こうだからこう道があったんだけど、だからほら車も通れたんだけど、もうほら車が通れるスペースがないの。すごい。あっちが先だったっけ？いや、こっち。これ。これ。ちょっと笑うしかないよね。人は通れるけど。マジで、ほんと、下見てみて。これはもう落ちたらやばいでしょ？レベルの、いやだから、いややっぱね、山は場所、場所と、場所っつっても山は山だからね、こういう本当に自然現象どうしても出てくるから、わ怖い、高所恐怖症なの私、のぞけない怖い。あそこほらもう 木まで崩れてる、木が倒れてる。次台風来たらやばいね。あの木も倒れるね。この木。ここもひび割れてるもん、ほら。ひび。ひび光るんだよね。ほら、あんな風に言うだけじゃさ、なかなか崖崩れも伝わんないかなと思って、一度ちょっとやっぱり撮っときたいなって思ったの、私がこういう状態を。そう、別に自慢とかそういう自慢にもなんない自慢じゃない。よかった、別な道から来れるようになって。もう山に来れないのかと思ってたんで、ご親切に本当にお家の前の雑草をカットしていただいてて、ありがたい。だってもう雑草もひどいし、ちょっと階段がねなくなってたんですよ雑草で。どんだけ来てないんだっていうね。だから今あれなの、
今からの季節っていうか今の季節は、まあ、農園とかもねハーブ農園の方も収穫は多いんですけど山も多いんですよ。そう、柿の葉とかね、柿の葉は特に夏に収穫するのが一番薬効が強いって言われてるんですね。だから早く取りたいなって思ってたんだけどなかなか来れなくて、で大箱も今年タイミング逃しちゃって取れなかった。大箱なかったでしょ、あったかな。崖崩れのコメントでも結構ね皆さんにコメントいただいて本当ありがとうございました。無事に山仕事ができるようになりました。冬って農園の方ってほとんどやることがないんですよね。植物たちがまだすごく静かな状態だから、だから山に来てその間に、まあ、薪を作ったりとかね竹炭作ったりとかそういう作業をするんですけど、もう今年できないんじゃないかと思ってたから、いやよかった。階段ここだったんだけど、わかんない、ここだここだ、うわひどい。今日は無事にその山に来れることができたのと、ちょっとやっぱ崖崩れっていうものがどんなものかちょっとお見せしようと思って、はい、撮りました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。